中学生の。そうですよね。うん、あとはもうちょいおもろい言葉とか若いものを今ちょっと硬いんだけど歌詞を書こうとしてるからね。例えば腹が減ったら戦に身にはならぬとかさ、そこちょっとひねってあげれば、それが俺たちがやってあげる。とりあえずはこういう硬いのを出させてもらう。気持ちが乗ってるとこれが一発でボコッと乗ってる。どれか一つを基本に持ってくるということがつながるんだけど、そこなかなか自分で選びきれないし、あるだろうし。Thank you.
構このメンバーではこのカレーラーメントークになると結構止まらなくなるんですか。いや、どう一人だけかな。食ってるしな、ね、ただ食ってるね、今年は。すごいよね、今年帰ってきたから、ね、あんま食べたことないですね。31店舗一気に食べると、なんか見えてくる。あ、これかみたいな。千本ノックみたいな。そうそう、食べないと不安でしょうがない。その店、その店によって味は違う。そう、それが醍醐味なんですね。カレーラーメンの醍醐味。スープのタイプなんですね。なんかね、つけるやつと、混ぜ方と。混ぜてあるやつと、あと冷やし。冷やしも最近は。冷やしカレーラーメン。カレーうまいですよ。焼きカレーラーメン。焼きそばのカレーラーメンみたいな。俺はそれ多分カレー味的などっかの地域で焼きカレーラーメンっていうのがあるの、うん、あ、思い出した。福岡豚骨なんだ。福岡豚骨、隣は久留米市、あそこの焼きカレーラーメン、うん、焼きラーメンね。焼きラーメンね、とあの豚骨のあの出汁かけて、そうそうそう、うん、それの、まあ、カレーラーメンとは思っちゃう。天狗ですよね。天狗ね。知らない店ばっかり。あ、ケンジがやってる店。あの、嘘屋さんの。あれ、燕三条の、ね、販売したあのなんか二大ラーメン。二大ラーメン。あれってあの時限定販売。あれは普通に売ってる。あれは今、地場さんで売ってる。でもあれがなくなったら新しいタイプに変えるっていう。タイプ出るって言ったよな。俺知り合いからさ、なんか頼まれてさ、彼氏って言ったら、今ちょっと次のバージョンがもうすぐ販売になります。器なくして、器なくして、生でやってる。器してね、器が入ってるから。Thank you.
一番ものが。はい。例えば今振り分けてもいいと思う。今休憩なの。休憩。一番書きやすいのは。うん、この場で拾ってみる。3人で組み立てる経緯にしてしまった。一区切りできるとやり方わかるから。挨拶が出てただと準備中でした。え？どこで来たの？いや、あそこの登りがあって。はい、今ちょうど仕込みの時間で、ね、俺は減ってないけど、もう一人の方が食べてなくて。あ、そう。どこもやってんだよ。5時で前に来てるか。カップのどこか。レトルトとかね、セブンイレブンとか売ってない。あれ、なんかセブンであったんですよ、なんか冷やしカレー。冷やしカレーは。はい、おー。まだやってんの？冷やしカレーは、まだ買ったことないけど、まだ買ってないわ。やめないでね。はい。ありがとうございます。あ、これ生配信するんですか？うん、準備中だったんですよ。やるよ。すごかった。最後、うん、これ素晴らしい。あ、うん、で、これを一つ組み立てよう。そうするとさ、うん、流れが変わってくるから。ありました。さっき八代さんが考えたんですけど、これを同じことを出させて、どうだろう。はい、イエローメンバー。いやー、ゆるカメラあるから飲むとは思ったんですけど、飲むとか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 。これね、そうですね。イエローのスープを飲んどくわ、白いお茶って言ったけど、これを基本にして。あ、そうだね。どっちで。あ、なんか
地下にしたら、一つのフレーズがよく分かんなくて、うん、君と一緒に食べたいな。